今日のテーマは抽象度を高める。抽象度を高めるっていうのはあの、自分のその考えで、考えだけで判断したりとか、自分のその、うん、思いだけで、この領域だけで大丈夫だろうという形の情報収集を逆にしないということですね。あえて反対側の視点の考え方の人の意見も聞いてみるとか、自分が思ってる反対側の意見も、 えー、たっぷりあの収集した上で、うん、いろんなこう視点ですよね自分とは反対がまた第三者の特別な視点と各方面からの物事の見方を常に意識するっていうことですね今まさにテレビだけを見てる人ってもう少ないと思うんですけれどもテレビとか見ない人もほとんど多くなってきてると思うんですけど割合的にはでも中にはやはりあのメディアを一つに絞り込んであの 別にそれが悪いとかいいとかっていうことではないですけどテレビの報道だけを信じると何か違うある一定の方向にこう恣意的な情報が流れてるっていうのはなんとなく皆さんこう理解できると思うんですよね。やっぱりいろんなこうメディアを、えー、からの情報を収集し自分にとって本当に必要な情報は何なのかとかあとはあの著名人が言ってるかか、ね、有名な人が言ってるからとかってそこにこうえー、っと なんか思考停止になりあの人が言ってるから大丈夫ってやるとそのあの人がもしかしたら操られてる可能性があるしねその人がもしかしたら抽象度があの低い状態で情報発信してる可能性もあるし何とも言えないですよねそういうことが起きるのであればあの起きる可能性があるという世の中になってますからそういうのを理解した上でありとあらゆる方面から、えー、と情報収集していくっていうのはもうこれは。 子供のうちからねあの、教えていく必要がある時代になりましたよね。だからお父さんお母さんがそういう、うん、あの他方面から見れる抽象の高い視点を常に持って情報収集して、そして家族でも何気ない会話がですね、子供たちに伝わっていきますんで、まあ、NHK で言ってるから大丈夫だろうとかね、あの,あのコメンテーターが言ってるから、ね、大丈夫だろうっていうことではなくてですね、ありとあらゆる方面からあの物事を検証できる視点が、やはり、 自分自身もそうだし、自分の周りにいる大切な人も守るためには、それは必要なえ視点の置き方になると思うんですよねこれがまさに抽象の高い視点かなと思うんですよね、えー。そういった意味ではですね、あんまり感情的にならず、あの好きとか嫌いとかで物事を見ず、これはポイントだと思うんですけど、好きとか嫌いとかで物事を見ないで、えー、っと、なんていうんですかね、前頭前野ですね、前頭前野。冷静にいろんなものをこう、 あの判断できるような脳で、えー、冷静になって情報を収集する何、えー、ですかね視野の狭い人が仮にいるとしたらやはりもう自分はこれだこれはこだわってるんだ他の人の話は聞かないまあアーティストとかですね芸術の分野であればそれはそれで一つ特徴的なものになるかもしれませんよね。えー ああるる図柄しか描か描ないいやっっぱいるわけであって、もうその図柄を見たら「ああのアーティストだねあの芸術家だよね」ってわかるようなものとかねあとは、まあ、映画とかもそうなのかなあのいろんなものを見すぎるといろんなものがまたっちゃうんであ,ある一定のその自分の趣味思考に合ったその作風を作っていくという意味では ある程度こう限定していったのがいいかもしれない。それはわかんないですよね。人により良いけるですけれども。あとは音楽もそうですよね。その,その人の音楽を聴くと、ああ、あの人はねってわかるような楽曲の作り方、もしくはまあ声で分かっちゃうっていうのもありますけどね。あの、とか、何でもかんでもやるあのバンドっていうと、なんかちょっとこう、 一体どこにね、あの、こだわりがあるんだろうと。何を一体こうね、発信していきたいのかと。ど何を伝えていきたいアーティストなんだろうとかっていうのがわかんなくなるという意味では、カテゴリーとかですね、その、まあそういう楽曲のその特徴みたいなもの、カテゴリーみたいなのをこだわっていくっていうのは、それは、 待てなないいいい方がいいみたいなのありますよ、ね、だからそれを芸術分野とか音楽とかアーティストの分野とかっていうのはまた話は違うと思うんですけども我々がいろいろ未来に向けてあのいろんな判断をしなくてはならないそういう場面ってあの人生のまあ日々ですよ日々ありますよねそういうことなんか右にしようか左にしようか何を選ぶのかとか、ね、そういう時の判断基準をですね固定化せずにいろんな抽象の,、まあの高い視点で検証してみるそして、えー と一情報ですねしっかりとした出どころがはっきりとしている確実な情報をもとにしたあの、まあ、ファクト情報ですねそういったものをしっかりと押さえた上で自分がどっち側を選んでいくかということを日々、まあ、そこはやる習慣というかですねワークというかこれが当たり前のように毎日やることだと思うんですよね吟味するってことでねこれは本当にそういうことなのかと。 ここれは言ってることの根拠はどこにあるのかとか、ね、その根拠は実際どこが出てたデータのことを言ってるのか、そのデータの取り方はどうなのかとか、あのまあ、調,調査しているその <laughs> 団体は大丈夫なのかとかね、えー、政府機関がやってるのか、そ,してそれともなんか、えー、こう資本が入っているところにやってるのかとか、それによって全然違ってきますよね。 そういうその情報の出所をしっかりと抑えるで出てきたその元にある組織というのはどういった立てつけになっているのか、まあ、そういったところを見れるようになってくると、ですね変な情報に、変なというか、まあ、恣意的な情報に振り回されないということになるかなと、まず、あ、そ,そういった意味で抽象度を高める、うん、おすすめのワークというのは、これ、毎日やることだも習慣になって、意識的に、無意識的に日、日頃やることだと思うんですよね。ニュースが出てきたら、この裏側何、何が起きてるのかなと。 いきなりこのニュースが上がってきたけど、一体何が起きてるのかなとか、ある一方向の情報しか流れないけど、何が起きてるのかなっていうのを常に、えー、その裏側をですね、抽象度高い視点で確認できるような、そういうマインドを我々がですね、大人はもちろんそうですけども、 えと子どもたちもですね10代って言ったら結構いろんなものを世の中見てますからね子どもたちにもそういうものを伝えていく必要があるかなと思うんですよ何か押し付けるわけじゃないですか価値観を押し付けるということではなくそういう抽象の高い視点を、えー、しっかりとこう身につけてもらうような、まあ、そういう働きかけはあのどんどんしていってもいいかなとそれがまさにコーチングを届けるる活動だなと自分はっってやってるんですよねでその大人たちが子どもたちに接する時に一歩考えようねと <laughs> 冷静にね あの慌てて焦らずあ焦って判断するとまあまあなんかやっちゃうみたいなねそういう相談も昨日昨日かんか来ましたけどでもとにかく焦んない方がいいわけですね焦らずじっくり冷静に全頭員後働かせて判断をしていくいろんな選択肢の中から自分がこう選んでいくわけですけどその時に誰の言ってることにあの 耳を傾けて選ぶのかっていうことももちろんあるんですけど最終的に自分自身が選んだことに対して責任を持って未来を切り開いていくわけであって誰が言ったとか誰がおすすめしてくれたからっていうとですねもしうまくいかなかった時にあの人のせいになっちゃうわけですね、まあ、そうではなくて全て自己責任できちんと自分自身が情報収集して自分の責任で未来を切り開いていくと 助言してくれた人もですね、そこまで真剣に考えてない可能性もあるわけですね。もちろん考えてくれてはいると思うけれども、やはり、と、と、ね、本人がやはりしっかりと一番あの考えていることだと思うので、自分自身の未来を決めるためには自分自身でいろんな情報を集めて、えー、本人がきちんと決めていくこと、それがやはり、 大切ででであるとといいいううううのはまあ言うまでもないここだし、そういうことをですね、大人が実践することそして大人が実践していればそういう姿を見て子どもたちも抽象度が高まってくるという、まあ、そういう、あのー、形になると思って是非、えーね、ン賃を届けるという意味ではそういうことをですね、しっかりとこう伝えていきたいなと思います、まあ、非常に重要なメッセージとしてはそういうことで抽象度を高めるためのワークというよりは習慣に落とし込む日々当たり前のようにやるということをですね から、えー、自分で判断して未来を切り開けるようなあのマインドそういったマインドを持っているあの人がどんどん増えていくように、えーまあ、そ,うそういったメッセージはルータイスから友内博士から我々は受け取ってるということで、えー、これは、まあ、理解している方は皆さんあの分かると思いますけどね。